予選を3位で通過。このコンボだけでね 9.75 をミスをしましたが、あとは全部10点、2回落としましたね、はい、パノバが失敗した後連鎖反応でね、はい、コンボを失敗しました。今日はどうでしょうか。上田さん、どうもこの優勝の争いはコンボに鍵がかかってるという鍵がある気がしますね。コンボで10点を取ったのはロバッチだけでしたからね。そうですね、はい、すごい今筋力です。高いですね。とにかく金メダルを狙うにはもう4種目一つのミスも許されません。今年のヨーロッパ選手権5月、40点満点でブルガリアドナフスカと一緒に優勝しました。2回転して取ったと言いました。手足が非常に長い。長いですね。ここが彼女の見せ場です。ここはすごいんですよね。素晴らしい。予選よりもはるかにやはり今日が良かったですね。良かったですね。1種目目ソビエトのチモシェン